ノットオーケーは2020年に配信されたアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ超能力に目覚めた冴えない高校生の生活を描くチャールズ・フォースマンの同名コミックを原作にジョナサン・イエントーイスするクリスティホールが企画、制作、ソフィア・リリス、ワイアット・オレフらが出演した2020年2月26日ネットフリックスが全世界に配信した 続編が計画されていたが、COVID-19 の流行の影響により、シーズン1で打ち切りとなった。さえない、高校生活を送っているシュドニー・イヌバクは、様々な問題を抱え落ち込んでいる。そんな時、突然謎の超能力に目覚め、悩みはますます複雑になっていく。ノットオーケーのキャスト、上段左からソフィア・リリス、ワイアット・オレフ。年12月12日。 ネットフリックスが本作の制作を発表した。撮影は2019年6月にピッツバーグで開始した。ペンシルベニア州ブラウンズビルが主なロケ地となり、ビルマーリングのウェスチングハウスアーツアカデミー、チャータースクールが高校の外観として使用された。本作は批評家から好意的な評価を受けている。 本作は批評集積サイトの6点トマト図に65件のレビューがあり、批評価指示率は86%、平均点は10点満点で6.82点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。ありがとうございます。